はい、おはようございます。神田農園です。今日は、日曜日ですね。次のマルシェに向けて、種をまきたいと思います。はい、それでは前回の動画引き続き、今期の爪をちょっと入れ替えてみて、その今期でこっちの畑、前回耕したとこ、ぼかし火をまいたとこに、今期かけて畝を、この肩の部分ですね、これを作ってみたいと思います。ただ今期がもう通らないんで、一畝になるんで、広めの畝を作りたいと思います。はい、終わりました。幅が90センチ、9メーターの畝ができました。で、今日、はい、これです。この前美味しかった20日大根コロコロラディッシュミックスですね。この可愛い感じで、で、これもピッコロミニ人参と、もみじスティックと、あとベニーサンタ、これ去年この前作ったやつですね。とサラダ大根、これを直巻きでしようと思います。で、マルチはなしで、もみ殻が余ってるんで、もみ殻を巻こうと思います。よし、じゃあやっていきます。はい、畝立て終わりました。結構いい具合、いい感じになりました。
よし、じゃあ種を巻き終わりましたんで、それぞれ覆土していきたいと思います。大根はもう覆土したんやね。ねえお母さん、大根覆土したんやね。大根覆土したっけ。人参の覆土をしたいと思います。もう分からんやん、もみ殻と色が似てる。そこが最後やったら分かる。じゃあこれで、今まだ覆土中ですけども、これで5月6月のに向けた大根の種まきの様子でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンとコメントよろしくお願いします。バイバイ。